先ほどの嘉永6年の大修理の時に、ほぼ、まあ、直されて新しい形になった建物になります。だからさっきの土間のところとは少し時代が変わってくるというような建物。まあ、ただ部材は古い部材も使われていると思いますけれども、形としては嘉永6年の時代になります。ここは高根家神殿会所です。工事の説明会ということで開かれておりますけれども、説明をしていただいた文献協の春日井さんにちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、私ども地元の人間からしましたら、改修工事が必要なのかなというふうな受け止めだったんですけども、はいはい、その辺はいかがでしょうか。そうですね、平成の7年までに大修理を行っていますので、そんなに大きな破損があるわけではありませんでした。というか、まあ、修理が必要な破損があるのは屋敷蔵ぐらいでして、他のところはそんなに、今緊急的に修理をしなきゃいけないという状況ではございませんでした。ただ、平成7年以降にですね、阪神の大震災を引き起こしました兵庫県南部沖地震が、南部地震があったりですね、あと東日本の大震災があったりと、平成に入ってから非常に地震災害が多くなりました。で、各地で重要文化財もだいぶ被害を受けております。でそこで耐震診断をまずして、でそれで、しかるべき補強が必要な状況であれば補強をしましょうということが文化庁の方から言われておりますので、今回はその耐震診断をまず行って皆さんに見ていただけるような状態であるかどうかというのを判断した結果、本屋と米蔵と道具蔵については、やはり不特定多数の方に入っていただくには多少補強が必要だという結果になりましたので、そのための補強工事を主に実施するということになっております。この工事の中でですね、特にこう気づかれたような何か問題点とかありますでしょうか。いや、そういうことは特にないですね。そうですか。はい、従来分かっていたところのことがほとんどですので、はい、まあ、弱点というのではなくて、はい、木造のそもそもの構造がそれほど強固なものではありませんので、はい、多少その補強をしてあげて、はい、皆さんが安全に見ていただける程度の強さにしましょうというようなところでございますね。はい、そしたら本屋については、後ほどから工事が、そうですね、今年度は準備をしておりますので、はい、来年度本屋の本格的な補強の工事に入るという形になります。なるほどね。はい、聞きましたら春日井さんは、この建物とも非常にゆかりのある方だと聞いておりますけども。私が一番最初に初めて就職しまして、文献庁に入りまして、一番最初に赴任させていただいたのがこの建物で、その平成の修理の時に実際に修理を担当させていただきましたので。そうですか。はい、ですから細かいところまでよく知っておりますの で、それでこの建物の価値というのも理解して、はい、十分理解しているつもりでございますので、今回の補強工事では、はい、単純に補強するということだけではなくて、うん、その文化財としてのいいところ、価値というものを損なわないようにしながら、うん、それでいて安全性も担保するというような、そこが一番ややこしいところ、難しいところになりますので、ね、そういったものを心がけながらですね、はい、今回もやらせていただいているところです。そうですか。はい、まあ、地元の人間はいつ頃完成するかということを気にしておるんですけども、はい、その点はいかがでしょうか。来年度は来年度いっぱい、平成、ごめんなさい、令和の6年度はその母屋の耐震工事を行いまして、令和7年の夏にはだいたい終わることができると思いますので、うん、今だいたい8月ぐらいには、事業が完了いたしますので、うん、その後はまた皆さんに見ていただけるような環境になるのではないかなと思います。まあ、そちらの公開した後はまた東大阪市さんの方のですね、いろいろとイベントなどもあると思いますので、はい、またその頃を楽しみにしていただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、大事な工事、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。平成から遡ること150年、要するに平成は公暦からちょうど300年ぐらいなんですけど、ちょうど真ん中、この嘉永6年の次の年、安政元年、安政にも地震がありましたね。